この大切な日に騒ぐやからは、おいが許さん。ただものじゃないよ。もうこのくらいでは根を上げんぞ。さっきの中相手と切り合うてもどうにもならん。おはんら、おいに何か話があったじゃろ。悪名に背けと。この件は上様直々のお声がけ、どうにもならんぞ。幕府のことはええ、わしらはおまんと話をしよるがじゃ。そもそも先に刀を抜いたんは長州じゃ。京都での所業を踏まえれば、奴らを捨ておけはせん。薩摩の立場もようわかる。けんど、この先のことを考えてはくれんかえ。つまり、どういうこっちゃ。今国を変えるじゃと。おはん何を言うとじゃ。西郷さんも頭じゃ分かっちょるはずじゃ。薩摩だけじゃできんことも。長州となら、長州にとっても薩摩は旧敵、足並みを揃えられとはとても。それは我々の覚悟次第ではあるまいか。いや、その前に先の騒乱を止められなかったことをまずお詫び申し上げよう。おはん、長州の桂さんか。その格好は。この通り身をやつしてはいるが、志には一片の汚れもないつもりだ。彼らの言う通り、因縁をねじ伏せてでも我らは結ぶべきだ。この日の元を変えるために。桂さん、わかりました。おいも依存はごわはん。月将どんもこれ以上の地位が流れることも望んではなことじゃ。話はまとまったの。今後長州と薩摩は手を組む。わしらが見届け人じゃ。こういう時西洋では互いに手と手を差し出して握り合うそうじゃ。ほれ、やってみるぜよ。西国、よろしく頼む。心得ました。